中心になってやってるというのは定着しまして、カズさんとの名前が大きく定着したように記憶しています。松戸市も何か事業が欲しい、はい、したんですよ。それに松井さんが乗ってくれた。でも一つ大きかったのは、河合市長がラーメン大好きでラーメン店主と会いたい。もうここまで言ったら河合さん出てきてくださいよ。ちょっと高いところまで聞いてください。この後は松戸の河合市長に聞いてください。もう全てはこの河合さんから始まってからね、本当ですよね。河合さん、いや、たくさん本人が松戸に来て花開いたのは河合市長のおかげですよ、本当に。そんなことはございませんよ。いや、もう自分で楽しんじゃったんですけどね。まあそれがなかったら今の私でラーメン寺子屋が生まれなかったから、ラーメン寺子屋が生まれて今もありますから。いや、とにかく松井さんがね、もうラーメン四天王で明星だったから、あれがね素晴らしかったの。一般に発売されてこれはすごいと。で、松戸はラーメン屋さんも多かったんだけど、とにかくもうラーメンのね軸を作って、その軸長に松井さんになってもらおうっつって、ラーメン寺子屋っていうのをね開設したんですよ。それで全国からね塾生が集まってきて、で意外とね指導は厳しいの。でもみんな辞めないでね、それでもう麺作りからもうあれから全部マスターしてね、全国の知っていったんですけども、私はねラーメンによってね、もともとあったね桜通り商店街の活性化とかね、松戸市をラーメンによって町おこししようと、そういう意気込みがあってね、松井さんにお願いしてもう塾長になってラーメン寺子屋っていうのをね開設したんですよ。だからねそれからの付き合いですから、もうその後はねなんだか訳が分かんなくなっちゃって、サンバサンバのサンバの松井になってなっちゃったんですけど、123番じゃあこういうわけじゃないんですけども、まあそのぐらいねお付き合いいただいて、今日ね忘れずに声かけてもらってね、あ本当にね、嬉しく思いました。どうぞ松井さんのね、ラーメンはもとよりもうセレジャもね大いに応援してもらって、松戸の松尾越しにねもう中心的な存在です。もうブラジルまで行ってラーメンやってるって言うんだから、すごいですよね。大いに拍手してこれからも頑張ってもらいましょう。ミスター松井、オブリガオブリガメントオブリガオブリガありがとう、カムサマリナ、それはわかんないんですけどね。原骨大使、後で歌ってください。いやいや、どうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。河合前市長です。ありがとうございます。